今週 IT 大手のグーグルが発表した2023年の検索ランキング。これは今年1月から11月20日までに検索されたワードをスポーツやアニメなどカテゴリー別にランキング形式で発表したものです。スポーツ部門の1位は優勝に日本中が沸いた WBC。 アニメ部門では推しの子が1位になりました。YOASOBIが歌う主題歌のアイドルも世界の歌部門や歌詞部門で1位に。レシピ部門では意外にもゴーヤチャンプルのレシピが最も検索される結果となりました。ゲーム部門では同じフルーツを重ねて進化させ最後に大きなスイカを作るスイカゲームが1位になりました。また都道府県別の検索ランキングも発表されました。静岡県の第5位は今年1月にオープンした静岡市葵区の静岡市歴史博物館。館内には静岡の発展に貢献した徳川家康を中心に家康を育てた戦国大名今川氏を紹介するコーナーなどがあります。博物館によりますと11月30日までの来館者数はおよそ38万人でブームに乗ったと話しています。そして第4位は今年8月静岡市駿河区を襲った竜巻です。第一 TV の情報カメラにも竜巻の瞬間が。この竜巻で駿河区内では電線が垂れ下がったり屋根の瓦が飛ばされたりするなどの被害が確認されたほか、車が横転し男性が搬送されました。気になるトップ3は後ほどスタジオでご紹介します。一方街の人はどんな言葉を検索したのでしょうか。成人式があるので前撮りの髪色とか髪型ヘアアレンジとかそれこそ振り袖の色とかは結構調べたかもしれないです。一人暮らしして節約レシピみたいなのをいっぱい作るようにちょっとしてたのでとか簡単にできるようなものとかをいっぱい調べてたと思います。私はディズニーの40周年が扱ってなんか新しくプライオリティパスとかできたりしてそれの使い方とかをなんか調べたりとかめっちゃ回り方効率いい回り方とかディズニーで新しく出た新メニューとかを調べました。ふるさと納税についてちょっと調べてたりしてどうしてもコスパなどを考えてしまうので、食べ物もいいんですけどやっぱりトイレットペーパーとかかなってどうしてもそこは思います。はい、Google の検索ワードランキング県内のトップ3がこちらになります。1位はなんと県議会議員選挙でした、はい、意外に、思われると思いますが実は県外でもこれ上位にランクインしているんです。選挙関連ワードは全国45の都道府県で5位以内に入るなど多く検索されていることが明らかとなりました。でもこういった形で選挙が皆さん関心を持つものになっているというのは一つ大きなことですよね。そうですね、やはり4月のこの統一地方選挙、ここではかなり盛り上がったというところで、やっぱり知らない候補者もいるので、ネットで検索をしようというふうになりますよね。それだけやっぱり皆さんの興味関心も高かったということになりますよね、はい、そして2位になったのが東京ガールズコレクション静岡です、実はこの来年1月13日土曜日にツインメッセ静岡で行われる予定になっていまして、みちょぱこと池田美優さんをはじめとした人気モデルやなえなのさん、ひかりんちょさんなど若者に人気のインフルエンサーも登場するということで皆さん今から楽しみにしていらっしゃる方も多いようです、来年開催も決定されましたが今年1月に開催されたのが3年ぶりだったんですよね。だから大いに盛り上がったと思います。はい、さあそして3位に入ったのが川勝知事のコシヒカリ発言になります。おととし行われた参院補選の応援演説で川勝知事が発した発言、これが今年3位に入ったワードということです。鳥山さん、今年のこの結果を見てどうお感じになりますか。そうですね、静岡僕リニアが入るかなというのと あとエスパルスジュビロの J1 昇格争い入るかなと思ったんですけどそれが入ってなかったかなと思いますけど、あと全国のところでもう僕はもう今年 WBC マイアミで現地で準決勝決勝生観戦して、もう数十年野球見てる中で一番嬉しかったなっていうもう瞬間でしたね。永見さんは。私はですねレシピゴーヤーチャンプルが1位に選ばれているのが今年夏が暑くて、皆さんグリーンカーテンをした結果
もしかしたらこのレシピ検索されたのかなーなんてちょっと予想したり、ゴーヤの使い道としてチャンプルを検索してということですよね。はい、はい、1年を表すこの検索ランキング、皆さんはどんな言葉を検索しましたでしょうか。